どうもシュータです。さあ今回ですね、2月15日月曜日の、CS ガチャですね、クラブセレクションガチャの、4つのチームの中の当たり選手ランキングの動画を撮っていきたいと思います。まあ今回もね、完全に独断と偏見で選んでますので、まあ個人的に欲しいなって思う選手を、選出しています。でその他の選手はですね、僕のサイトの方で確認することができますので、よかったらぜひそちらの方もご覧ください。今回ですね、ミラン、インテル、モナコ、パリサンジェルマン、この4つのね、チームから、CS ガチャが来てますね。それではね、早速見ていきましょう。はい、ではまず10位ですね。10位はフランク・ケシエ選手ということで、ミランの選手ですね。でまあこの選手能力値見ていきますと、まずバランスよく本当に高い感じですね。で特質して高いのはやっぱりフィジコン、それからスタミナとか、まあ守備能力、その辺の部分だと思いますね。まあ中盤の選手で、まあパスある程度できて、スピシュンもまあそこそこあって、フィジコンもある、スタミナもあるみたいな、すごい守備に特化した選手かな。まあただワンタッチパスなんかをつけてあげると本当にね、中盤でも、攻撃を組み立てやすくなるのかなと思いますし、まあドリブル能力もそこそこあるので、まあ非常に使っていきやすいような選手となってますね。まあコンディション程度4っていうところはすごい気になるので、まあライブアップデートが良くないと使えないんですが、まあライブアップデートが良かったら個人的には全然使っていくかなっていう選手ですね。まあなんならセンターバックやらしても全然輝けるような選手なんじゃないかなと思ってます。はい、次9位ですね。9位もミランからアンテレビッチ選手ということで、スーパーサブのウィングストライカーの選手ですね。まあこの選手に関してはですね、本当にまずバランスよく高いですね。能力値がすごくバランスがいい感じで、で、見ていただきたいのがフィジコン、それからボディコンが、結構85前後あって、フィジコンもね90超えてきてると、まあここはかなりでかいですね。まあ決定力とかオフェンスセンスとかもスーパーサブで上乗せされてくると思いますし、コントロールカーブ、ミドルシュート、ライジングシュート、ワンタッチシュート持ってるということで、まあシュート系のスキルはかなり豊富なのかなと思います。でキック力が94ということで、もう本当に CFSTOMF、まあこのあたりで僕は使っていきたいかなと思ってます。逆足も33なんでね、非常に使用感はいいと思ってます。はい、ではお次はですね、ミラン・シュクリニャール選手ということで、まあこの選手に関してはインテル唯一の当たり選手って言ってもいいかなと思ってます。まあその他の選手はまあ10位には入ってこないかなって感じでしたね。でまあ能力値見ていきますと、まずフィジコンが97で、それからディフェンスセンスがカンスト、ボールダッシュ97のアグレッシブレンス95ということで、まあ守備能力は申し分ないと思います。ヘディングもね94とそこそこ高いのかなと思います。で身長188センチでハードプレス、まあインターセプトは持っといて欲しかったかなって気はしますが、まあスピシュンもある程度あって、まあパスとかも最低限あるのかなと思いますので、まあ今回このシュクリニャール選手はぜひ当てておきたい選手かなと個人的には思ってますね。まあディフェンスカンストはやっぱね、動きがすごくいい感じがしますね。カバー能力がすごいある感じが、ベッケンバウアーとか使ってると、感じさせられますね。なんでまあシュクリニャール選手もまあまあまずまずの当たりかなと思ってます。はい、お次は7位ですね。7位はラファエル・レアオン選手ということで、この選手もですね、スーパーサブのデコイラーの選手となってますね。まあ、この選手もかなり魅力的で、まず目につくのがドリブル98、それからスピシュンが98の97ということで、まあ、爆速のドリブラーになってくるのかなと思います。やっぱりこういうタイプはね、使用感がすごくいいと思ってます。でダブルタッチとかも持ってって、エラシコつけたら、特殊ダブルタッチができるのかな。もうそこもねかなりいいですよね。まあエラシコ狙うのはちょっと厳しいところではありますけれども、でフィジコン88のボディコン83ということで、ここもかなりいいと思います。まあレアオン選手過去にも登場してますが、使用感いいという話をね、ちらほら聞くので、まあこのレアオン選手も当てておきたい選手なのかなと思ってます。はい、じゃあ次6位ですね。6位はパリサンジェルマンからモイズ・キーン選手ということで、ラインブレーカーの選手ですね。まあこの選手に関しては能力値、まあまあバランスよくもちろん高いんですが、なんせ使用感が本当にいいですね。僕もですね、金のモイズキン選手愛用しております。まあスーパーサブついたのでね、愛用してるんですが、まあ能力値見ていきますと、オフェンスセンス、それからドリブルとか、まあ無難に高いかなと思います。まあでもそこまで目立ったところではないですね。で、決定力7上がりの93、ここはかなりポイント高いですね。で、スピード92の瞬発95。でフィジコン88、ボディコン89ということで、いやーこの辺が本当に高いかなと個人的には思います。まあスピシュンある程度あって、フィジカルもなおかつあると、
でスーパーサブなんかをつけてあげるとね、もう本当に能力値が底上げされて、もうめちゃくちゃ使いやすい選手になってきますし、まあ、体感なんですがすごいライジングが発動しやすい選手かなと思ってて、まあ、ミドルシュートを持っててかなりミドルがね突き刺さると思うので、もう本当ドリブルもしやすいし、そういったねシュート決定力っていうのもあるので、もう本当にキン選手はね、心の底から使用感も含めおすすめしたい選手となっております。はい、ではお次は5位ですね。5位はミランから、トナーリ選手ということで、まあもうプレーメーカーならトナーリでいいんじゃないかってぐらいの選手が登場してきてくれましたね。でまずドリブル系の能力高くて、グランダーパスフライパスも90と、でまあ決定力とかもそこそこあって、スピシュン88、89で、フィジコン84のボディコン92ということで、ディフェンス能力もまあぼちぼちありますし、逆足33のコンディション程度6で、ワンタッチパス持ちで、ダブルタッチとかも持ってて、まあドリブルもある程度できるっていう感じですね。もう本当にバランスがいいですね。この選手をそこに置いておくだけでかなり安定するのではないでしょうか。もうボランチはね、隣選手でいいと思います。もうめちゃくちゃ強いですね。もっと順位上げたかったんですが、まあ他にもね優秀な選手がいたので、ちょっと今回は5位になりましたけれども、まあインターセプトなんかをねつけてあげると、なおさらね守備はね安定度増すと思いますし、まあボディコン92っていうところもかなり使用感いいのではないでしょうか。まあ、DMF の選手にねスピシュンがあると、かなりねインターセプトしやすいというか、まあそういったところ軽さが出てくるので、カーソル合わせた時のね、そういった部分も考えると隣選手かなり使いやすいのかなと個人的には思ってます。はい、じゃあ次4位ですね。4位はキリアン・ムバッペ選手ということで、まあムバッペがね4位の理由は、まあこの上昇幅見ていただければわかるんですが、まあ今回は確かドリブルがねピックアップで上がってたんですが、もともとねドリブルはカンストするので、今回は1上がりしかないということでまあ渋いのかなと思います。ただねフィジコン85乗せてきてるっていうところはやっぱでかいと思いますし、まあやっぱり FP の方が通常よりかは強いと思うので、まあ僕自身通常しか持ってないので、まあ今回まあ当てておきたいかなと思います。ただねまた違う機会に当てれたらなとも思いますね。まあちょっと全体1それから0っていうのはちょっと厳しいかな。ただでも使用感は本当にいい選手ですよね。まあ FP の背景とかそういうなんか選手の画像だけでなんか強くなった感じがするので、まあ多少位置上がってるだけだとしても、まあ強い感じはするんじゃないでしょうか。まあ多少位置上がってるだけとしても強い感じはね、するんじゃないでしょうか。もう気持ち的な問題でね。はい、次3位ですね。3位はマルキーニョス選手ということで、パリサンジェルマンからの登場なんですが、まあこの選手はもうほんとめちゃくちゃ強いですね。1位2位でもおかしくないんじゃないかなってぐらいなんですが、まあ身長183センチはまあまあ無難にいい感じかなと思いますし、グランダーパス89、フライパス89、まあパスのね展開力もあると。でまあアンカーの選手なんですけれども、個人的にはセンターバック、右サイドバックで使っていきたいかなと思ってます。で、スピード90の瞬発86、ジャンプが99のカンストで、フィジコン94のボディコン89ということで、もうフィジコンが95行きかけてて、なおかつボディコンも89あると、もう本当にジョー・ゴメスのちょっとだけ足遅くなったけど、パス能力とかそれから守備能力が高くなったようなタイプなのかなと思います。いやめちゃくちゃ強いと思います、この選手に関しては。マンマークインターセプトとかも持ってますし、まあバックスピンロブとか低弾道ロブとかもあるのでね、もう本当に展開力とかもあると思いますし、コンディション程度6、いやライブアップで C でもね一生スカットに入れておいていいんじゃないでしょうか。右サイドバックならなおさらね、めちゃくちゃ輝くと思いますし、もうセンターバックでも全然使っていけるような選手なんではないでしょうか。もう本当に欲しいですね。まあアンカー起用でも無難にいいのかなとは思います。はい、では次2位ですね。2位は皆さんお待ちかね、ジャンルイジ・ドンナルンマ選手ということで、まあミランからの登場なんですが、まあこの選手ね今回全ての能力値カンストということで、まあさすがに当てておきたいですね。この選手はめちゃくちゃ強いと思います。コンディションアテンドも7あって、もう本当にライブアップデート C でも使っていける選手だと思いますし、まあ相手にいて一番嫌なゴールキーパーかなーと思います。クルトワもねすごく強いんですが、ドンナルンマはめちゃくちゃ止めてくるので、まあちょっと嫌かな、いやむしろめちゃくちゃ嫌かな。なんで絶対に僕は当てたいですね。やっぱり能力値カンストしてるドンナルンマはめちゃくちゃ欲しいですね。はい、1位ですね。今回の1位はもう圧倒的なんですが、ベノア・ベディアシレ選手ということで、
2019ぐらいに1回モナコのね CS で、来た選手なんですが、それ以来の登場ということで、いやもうめちゃくちゃ強いですね。まあ能力値見ていきますと、まずボルコン86とね、かなりセンターバックの方では高い方なんではないでしょうか。こういうね194センチもあるようなセンターバックっていうのは結構やっぱ事故りやすさっていうのが特徴的なんですが、この選手はねベリアシレ選手はもう全然事故りにくそうですよね。ボールキープも81あって、まあ、すごく使いやすいのではないでしょうか。でグランダパス88でヘディング93でスピション89、86、いやここめちゃくちゃ高いですね。でフィジコンが99の完走とジャンプも95、いやすごいですね。でボディコンが83、フィジコン99あってスピシュン89、86あんのにボディコンも83あると、もう事故りにくいし奪い取れるし、ディフェンスしっかりできるしっていう、もうすっごい最強のセンターバックだと思ってます。まあ、ディフェンスセンスが95あればなおさら良かったかなとは思いますが、まあ、コンディション程度5でも本当に、もうセンターバックスタメンに置いといていいと思います。まあ、レベマ上限は51のね、かなり育成は大変そうではありますが、もう本当に当たったらぜひ使っておきたい選手となってますね。いや僕はもう即レベマにして即ガチスカ入りさせたいと思います。いやもう本当に今回の大目玉ですね。もうズバ抜けて、いいんじゃないでしょうか。はい、それでは今回ですね2月15日月曜日の CS 当たり選手ランキングの動画の方、撮り終わっていきますが、いかがでしたでしょうか。まあ、今回に関してはですね、有能なメンツがかなり揃ってますので、まあ、優先順位としたらやっぱりまずはパリサンジェルマン、それからミランを、まあ、同レベルぐらいで引いてほしいかなと思います。まあ極端に外れが少ないガチャかなとなってますね。でその次にモナコで、その次にインテルという感じですね。まあインテルは正直引かなくてもいいかなと思いますが、まあ、モナコに関しては、まあ、ベディアシレさえいなかったらもう本当にモナコは引かなくてよかったんじゃないかなってぐらいのガチャなんですが、もうベディアシレが目玉すぎるので、まあ、モナコも絶対に引いてほしいですね。はい、それでは今回この動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。